今回その高校で授業をすることになったのは、今アメリカの高校生で僕のこのチャンネル、 YouTube チャンネルを見てる、まあ、ファンの方がいて、まあ、その子は日本人なんだけど、アメリカの学校に行っていて、もうほとんどずっとアメリカで育っている感じなんで、ぜひ、まあ、YouTube チャンネル面白いから、私の高校に来てその授業をしてくださいって。で、なんかその学校じゃな、学校なんだけど、その学校の中のアクティビティみたいなもん、まあ、部活動みたいなのの一つに、メディクラブって言って、まあ、医療系のことに興味を持ってる、例えば医者になりたいとか看護師になりたいとか、医療系の仕事に興味ある高校生が集まって、30、40人ぐらいのクラスを作ってるみたいなんですよね。で、そのクラスで、いわゆる講演というか講義をしてくれないかって言って、30分から40分ぐらいの講義をお願いされました。で、今、その、高校に向かっているところですね。ということで到着しました。なんとかヤングハイスクールですね。ダウンタウンからちょこっとだけ西に行ったところにありましたけど、ここに心臓がこんな感じで、さっき解凍した心臓がたくさん5個入ってるんで、これを持って結構重いんですけど行こうと思います。これもう大量5個の心臓をこの銀色の袋に入れて、で僕後ろのリュックにはナイフとかハサミとかたくさん持ってるんで、これ植出されたら結構アウトだなっていうふうに思っています。あんまり目立たないように行きたいと思いますね。なんか花が咲いてて綺麗だな。桜みたいなのが生えてるかもしれない。So I'm a cardiac surgeon in the US, but I'm a YouTuber. I'm actually a famous YouTuber in Japan. So first of all, like you can just like touch the heart, like feel the heart, and then so maybe like you have like this heart right here, so you can feel and then how like smell and how large is that, and then you can just hold it. So it's this is a cow heart. It's not a human heart. Like a human heart is.Way smaller than this one. It's probably like 1 kilogram. And then usually the human heart is only like weight is 300 to 400 gram. So you can hold like this way. So you see how big it is. Yeah, it's big. The location is like right here. It's not in the left, it's not in the right, it's middle, right here. Okay. Can you just discuss about which one is the left ventricle or left atrium? Do you have any idea where is the left ventricle or right ventricle? Not really. Can you just like discuss in like for like 2 minutes to like identify which one is which? I will show you the answer later, but yeah. I've been walking through the valley of the shadow.Every time I tried to walk away, I couldn't make it through another day. At the time, it seemed to be in an uphill battle. I was trying to make it on my own, my way. You were knocking on the door that I've been looking for. It was right in front of me. I was lost, but now I'm free. And I was blind, but now I see that you're lost.Okay, so I think you see everything inside the heart. So if you don't have any question, probably just finish the lecture today. Okay.
Thank you. Thank you. Thank you. はい、というわけで、終わりました。高校生ホイットニー・ M ・ヤン・マグネット・ハイスクールでの、心臓を使った講演会をやってきました。結論というかまとめとしては2つかな。1つはやっぱ僕の英語全然通じてなかったなっていうこと。やっぱりパラモニックバーブ？エロティックバーブ？まあそもそもそのバルブとかその弁とか大動脈弁とか僧帽弁とかそういうのの名前を知らないっていう説はあったんですけど、知ってたとて僕の発音がうまく伝わらなかったから、ん？ん？みたいなことが結構あって、まあ最初の挨拶もなんか軽く、なんかこう、ん？何この人何言ってんの？わかんないなみたいなところからスタートしたんで、かなりビハインドな状況だったんだけども、まあ、っていうのが一つ。で、もう一つは、まあ、彼らがすごく純粋でいろいろ楽しんでくれたっていうのが、ありがたかったかなと思いますし、まあ、心臓をやっぱり持ってったのが結構勝利の決め手かなというふうに思いましたね。あれ多分45分間、僕一人で、まあ、2時45分から3時半までの45分間の講義だったんですけど、僕一人で多分プレゼンテーションするとかって言ったら、ダダ滑りっていうか誰も興味ないみたいな感じで終わったと思うけど、心臓を持ってって、心臓をこう解剖していくっていうのをやったんで、なんかごまかせた。だから別に僕準備しなくても、なんとなく、とりあえず心臓持ってって、あ、こここれだよ、あれこれだよとかっていう風に言って、なんかこうぶっつけ本番で言ったけど、なんとかなったのは、この英語力でもなんとかなったのは、おそらく、その彼らが心臓前にしてもう写真とか撮ってたりとか、これインスタに載せようとかっていう風に言ってたんで、相当心臓を生で見るっていうだけでワクワクできたか、それによって助けられたっていうのはあるかもしれないですね。うん。まあ楽しんでもらえた感じでよかったし、45分間、まあギリギリ飽きずになんかこうやってこれたかなっていう感じでした。まあうまくいってよかったなって思うし、そこにいる星野さんっていうね、女子高生ですかね。だから日本でいうところの女子高生からは、ありがとうございましたっていうふうに、感謝の言葉をいただいて、まあ、むしろね、僕がこんな経験をさせてもらってありがたいなというふうに思って、ありがとうございましたと、返しました。Thank you, thank you ですね。はい。まあ、こういうのは、まあ、アメリカでもそうですけど、まあ、日本でもね、希望っていうか、その、やってもらいたいとかっていうリクエストがあれば、どんなところにも基本的には出張してやりますので、まあ、ぜひ興味ある、このチャンネルを見ていてですね、教育者の方だったりとか、まあ、どっかのね、施設だったりとか、どっかの、まあ、団体のですね、集まりで、まあ、こういうことをしてもらいたい、心臓を用いた、心臓外科医がする、まあ、講義、ワークショップ、まあ、なんか、いわゆるそういうもの、心臓の解剖を知るとか、心臓を実際切ってみようとか、そういうのに興味がある人とか、そういうのやってもらいたいとかっていうことがあれ、リクエストがあれば、ぜひ、相談してみてください。僕は割と、日本に帰った時は、そういうことをたくさんしたいなというふうに思う人間なので、ぜひぜひ声かけていただければ、出張しようと思います。いろいろ見てみたいですよね。小学生だったらどういう風にしたらいいのかとか、中学生だったらどうかとか、高校生だったらどうだ、メディカルスクールだったらどうだとかっていう、そのレベル分けをね、うまいこと自分の中で見つけていきたいなと思いますね。今日の高校生のやつは、まあちょうど良かったんじゃないかなと思って、少し、まだやっぱりその、例えば、心臓と血液、心臓と肺の、まあ、血液の流れってのはどうなってんのかとか、心臓の解剖の名前がどうとかっていうのを、そこまで分かってない人っていうのが結構多かったのかなっていう印象があるんで、もっとシンプルなものでもよかったかもしれないし、小学校、中学校とかになったらもっともっとシンプルなものにしてもいいのかなっていうふうに思うんで、まあ、そういうのはね、うまいこと、こう、ばらけて、まあ、飽きさせないで、かつ、まあ、その医学に興味を持ってもらうとか、あるいは自分の体ですよね。自分の体の中にある心臓っていうものが一体どういうふうに動いてて、どうやって血液を体に循環させてるのかとか、なんで体は血液が必要なのかとか、まあ、そういった話ができると、まあ、医学に興味を持ってくれる人もいるし、普通の人でもね、一般の人でも医学に興味を持つことで、なんかこう、
健康に生きたりとか幸せに生きたりとか、そういうことを自分で考える術を得ることができるんじゃないかなというふうに思うから、まあ教育の中でですね、こういうのを取り組んでいくってことは、大事というか、まあ面白いんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひ興味ある方は連絡いただければというふうに思います。一緒にこういった医学とかが面白いんだよっていうことを、広めるお手伝いをできたらいいなというふうに思っています。ということで、ぐだぐだと喋ってきましたけれども、後半のこの部分がすごく長くなってしまいましたが、とても楽しい経験を、ホイットニー・M・ヤン・マグネット・ハイスクールでさせていただきました。また、こんなことをやったら YouTube 動画にしようと思いますんで、その時はぜひ見てください。はい。それでは、また、さようなら。バイバーイ。Talking myself up onto the gallows. Every time I try to walk